こんにちは、タケです。仙人ヨーダ、折り紙チャレンジです。千羽鶴ではなく千体のヨーダを作るっていうチャレンジですね。結構僕ヨーダ好きなんで、こういうもこれよりももっと大きい等身大のヨーダをちょっと作りたいっていうのがあるんで、それをまあ作るためにはもっと下手くそすぎるんで、もっと上手くなりたいなと思ってこの仙人ヨーダチャレンジをしています。まあ僕結構ヨーダ好きなんですけど、まあヨーダもともとねスターウォーズの中のキャラなんですけど、昔はさやから親と初めて見に行ったのがスターウォーズなんですね。ほんでそれでスター、映画ファンになったんですよ。初めてじゃないな、2回目ですね。初めはね E.T. やったかな、 E.T. 見に行って、小学校の時に E.T. を見に行って、ほんでスターウォーズを次見て、スターウォーズすごいハマったんですよ。 E.T. はそんなハマらなかったんですね。まあ感動はしましたけど、ほんでそっから僕はすごい映画好きになって、ほんで映画はもうかなり今でも5、6本は見てるかな、見てるんですけど、でまあこれやっぱりね、そのスターウォーズが僕の映画のきっかけってなったのがきっかけになったんで、で高校時分の時に帝国劇場ですかね、で見に行って、その時に初めて会ったこのヨーダですよね。まあその時は何とも思わなかったんですけどね。まあその時は好きだったルーク・スカイウォーカーとか、オビアンが好きだったんで、まあ初めて会ったのがその時のヨーダですね。まあ、その後に結構もうヨーダ好きになったんですけど、まあまあそれはまあ次回ということで。そしたら、まあね、戦隊のヨーダどんだけかかるか分かんないですけど、なんかね、もう週1ぐらいしか折れてないですね。もっと折れなあかんなと思うんですけど。まあ、よければこの辺のチャンネル登録お願いします。そしたら、タケの、戦隊ヨーダ折り紙チャレンジでした。